DCI を目指そうとしたきっかけは、高校1年生の時にやったショーがちょうどクラウンのショーとすごい似てるショーをやって、それがきっかけでクラウンのショーを見始めるようになって、ですごいブラスかっこいいなって思ったのがきっかけっていうのと、友達がすごく DCI が大好きな子が多くて、それもきっかけですごいいろんな団体を見るようになりました。クラウンに戻っていきたいと思ったのは、やっぱりクラウンが本当に大好きで大好きでしょうがなくて特にブラスがもう DCI の中では一番だと私は思ってるので、本当にブラスが好きでしょうがなくて、やっぱり戻っていきたいなって思ったのと、練習を教えてくださるスタッフの方々がすごいいろんな方法でうまくさせようとしてくれて、それがすごく勉強になって、それをなんか生かしてまた日本に帰ってこう教えられたらなっていうのもすごくあって、戻っていきたいなって思いました。今日は学校とバイトと練習の両立がすごく大変でした。で、初めは全く要領がつかめなくて、学校の宿題をバーってやって、でもクラウンの宿題もあって、なんかもうすごい汗してる日々が結構続いて大変だったんですけど、それを乗り越えてフィールドに立った時はすごく嬉しかったのを覚えてます。工夫はやっぱり苦手なことが結構吹く部分でやっぱりあるので、それはどうしても克服したかったので、本当にクマがあった時は常に指を動かしたり、タギングの練習をこっそりしたり、なんか筋肉がないなって思う部分はバイト中に筋トレをしたり、本当に暇があったらもう常にクラウンのことを考えてました。時々やっぱり不安になることが結構あったので、その時はその YouTube とか DVD とかのクラウンの映像を見て、あ、ここに行くんだっていつも元気をもらってました。はい、クラウン大好き